はい、どうも、ケンでございます。いつも私の動画を見てくださり誠にありがとうございます。はい、というわけでですね昨日ね、美容院行ってきたんですよ、ね、だいぶ短くしてもらったんですけどもね、もうね、なんつうんかな、僕いつもね行ってるね店には同じなんですよ。東京来た時ね、高田馬場のね、まあ、ある美容院に行くんですけども、まあ、そちらにね予約する時にね、もうほらあんまりこうね、髪切ることとかさ、まあ僕男性だからさ、まあこうカットだけしてもらえばいいんですよ。カットだけしてもらって、まあ、シャンプーしてもらえればいいなぐらいの感じで、でまあ床屋とかに行くとさ、なんかやっぱ床屋の親父のそのセンスでやられちゃうから、やっぱりほらちょっとね、多少はちょっとおしゃれでいたいじゃないですかね。だからまあ美容院行くんですけど、で若い人にやってもらうのがね僕好きなんですよ。若い世代の人にやってもらうとやっぱりね、そのね、なんていうのかな、今っぽくなるというかね、今、まあ、私が 今っぽいかどうかまあ別として、まあちょっと2ブロックみたいな感じでねこうしてもらったんですけども、いつもねホットペッパービューティーでね予約していくんですよ。ホットペッパービューティーで、まあ、通常3000、まあ、カットとシャンプーで3300円のところが、2600円になるっていうね、かなりねお値打ちじゃないですかね。で行くわけですよ。で、まあ、行ってこうやってもらうんですけども、こうやってもらってね、でそこのお店のそのねスタッフの方ね、まあ、僕いつも指名していくわけじゃないのでバラバラなんですよね。でこうやってもらうんですけども、あ、この人いいなとか、この人はちょっとまあまあ普通だなとかね、まあ、そんなに悪いっていうことは まずないんですけども、まあ、有名な、ね、お店なので、まあ、地球を、ね、英語で読むとなんとかみたいな、ね、ところのお店なんですけど、別に行ってもいいんですけどね、まあ、そこに行くんですけども、毎回ね僕ねチップ渡すようにしてるんですよ。チップね、チップはね1000円渡すようにしてるんですね。1000円札を持ってね、で帰り際にこう会計とか済んで帰り際にお見送りみたいなやつをしてくれるじゃないですか。その時に、あ、丁寧にやっていただいてありがとうございましたってこうやって渡すんですね。そうするとね、あっとかね、喜んでもらえるんですよね。これでお昼ご飯食べてくださいとかね言ったりとかしてこう渡すんですけども、なんで僕がねそれねやってるかというとですね、まあ、2600円以上のサービスをこれ僕受けたなと思った時に、いやもうよっぽどちょっとこれないなっていう気はねやりませんけども、あ、嬉しいなとかね、あ、なんかちゃんとサービス受けたなっていうふうに思った時はそうやって心づけとしてね渡すようにしてるんですね。もうなぜかというと、まあね、2600円以上の価値があるなこれはと思ってるからなんですよね。で実際は本当は3300円の施術が2600円になってるわけだから、その差額があるわけじゃないですかね。差額がある、その差額分、差額がまあ3300円で2600円だからまあ700円かな、まあ、差額があるじゃないですかね。でその差額分はお渡ししたいと思うんだけど、お渡ししてもいいなっていうふうにまあ思いますよね。僕は思うんですけども、でそこでまあね、こう小銭でこう上げるのもね粋じゃないので、日本にはさ、ね、アメリカと違って1ドル紙幣とか5ドル紙幣みたいなやつがないじゃないですか。あれば本当はすげえいいんですけどもね。だからやっぱりこうね札がいいなっていうふうで、まあ、1000円をねお渡ししてっていうふうでね。でそうするとね、やっぱり、ね、喜んでくれるんですよ。で、ね、この間発見があったんだけど、こうね、僕がそこの店に通うようになっても何回も通ってるんですけども、もう5回ぐらい通ってるのかな。その中で一人ね、あ、すごくいいなっていうね、まあ、スタイリストさんというかね、美容師さんがいたんですよね。まあ、男性で髪の毛こうちょっと長めの感じで、で、すごいカラーがね、緑色っぽいというか、まあ、そういう感じのね、本当今時の若者系な、まあ、年も20代まだ前半中盤ぐらいじゃないかなと思うんですけどもね。でその彼はね結構ね丁寧にやってくれてね、なんか繊細な感じでやってくれてね、前もねいいなと思ってたんですよ。で今回ね、昨日ねその方にまあ、その方が担当してくださってですね、でこうやってもらってね、もう発見したんですけどね、まあ、以前僕が担当したっていうのを気づいたかどうなの、気づいてくれたのか、すっげえね、すっごい丁寧にやってくれるんですよ。以前よりもなんかいろいろこう問いかけとかね、こうお伺いとかこういろいろしてくれたりとかしてね、シャンプーしてる時も通うところ、まあ普通に聞くじゃないですか。あとはなんかこうお湯加減などんなのか、いつもの 1.3、5割増しぐらいね、なんかね丁寧な聞き方っていうか、口言葉数っていうのもちょっと増えてたりとかして、まあなんかこう気を配って使って接客やってくれてるんだなって感じでね。でカットの方も
以前はね、僕なんか単発だから結構早めに終わるんですよ。こうね、横こう買って、上こう整えて、で、こんな感じかなみたいな感じでね。だいたいまあ、早い人だと30分ぐらいで終わっちゃうし、でもね、昨日はね、45分ぐらいね、なんかね、まあ、ちまちま、なんか結構ね、こうね、整えてね、こうカットした後もこうちょっと整えたりとかして、すごく気を配ってやってくれて、あ、なんか前よりもなんかね、接客がすごく丁寧になってるなっていうふうに思ったんですよね。うん。で、これ僕思ったのが、これチップの効果かなと思ったんですよね。チップこうお渡ししたからこそね、あ、この人チップくれる人だみたいなね、そう印象っていうかさ、印象つくんですよ、チップあげるとね。あのチップをお渡しするとね、その、あの自分、あのこの、まあ、やってる立場としてやっぱそのお客様に対して印象つくじゃないですか。ね、セラピストもそうじゃないですかね。なんかそういうふうな心づけくれる人とか、まあ、チップくれる人とか、あとまあ、なんかほら、お土産をさ、持ってきてくれる人とかっているじゃないですか、お菓子とかね。そういう人ってやっぱ覚えるじゃないですか。だからそんな感じで多分覚えててくれたのかもしれないですね。あと他のセラピスト、あ、他のあの美容師さんとかにもこうね、お渡ししてたので、だからそういう風で少しまあ僕のことが何かしらのこう噂になってたのかもしれないけどね、まあそこはまあ別にいいんですけども、まあそんな感じでですね、やっぱりね、その美容師さんの質がね、やっぱ高くなってたんですよね。で丁寧にもやってくれたし、でやっぱりね、この日本ってさ、チップの文化ないじゃないですか。だからね、そういうチップがもらいたいからとか、チップ欲しいからとか、チップくれるお客様だからとかじゃなくてね、やっぱしね、そこで、あ、やっぱり自分のサービスとか自分のそういう、お客様に対する接客っていうのをちゃんとこうやって認めてくれて、それをこうやって態度で表してくれるちゃん人っていうのが、世の中にいるんだなっていうのを、知ってもらいたいっていうのも僕ちょっとあるんですよ。うん。やっぱりさ、人って報われたいじゃないですか。自分がしたことによって報われたいし、やっぱ認めてもらいたいし、ね。で、認めてもらったりだとか、それで数字でね、それはチップ1000円もらえたらやっぱ嬉しいですよね、それはね。自分のその稼ぎ、イコール、ね、それと別のところでこうもらえる、もう非課税のね、もうほんと自分だけの報酬っていうのは、たとえもう100円でも、100円だとあれだけど、まあね、缶コーヒー1本とか、缶コーヒーはまああれだけど、まあまあ別にジュースとか何でもいいんですけども、それでもらえるってやっぱね、嬉しくないことはないんですよ、やっぱりね。それってやっぱり自分へのそのさ、その方からの、その人からの何かしらのこのね、気持ちをもらってるんだっていうところでね、やっぱ嬉しいじゃないですか。だからね、やっぱりね、僕ね、そういうの大事だな。だからこそ僕はですね、そういうね、ポイント、そのアプリとか、それでホットペッパービューティーでね、予約をして、ね、安くこうね、こう、お値打ちの平日限定コースとかでこう行って、で、そこで浮いた分を、ね、本当にいいセールス受けたなと思ったら、その人にこう還元するっていうね、美容師さんね、その担当してくださったその方に直でこう還元するっていうのを僕は、ちょっと楽しんでやってますっていうね、まあ、そういうお話でございました。はい。まあ、ね、ちょっとね、こうチップを渡すのも結構ドキドキするんですよ。最初慣れてない時はね、いつどのタイミングで渡そうとか ね、最初の頃はね、こうね、周りの方の他のね、スタッフというかね、同僚にこう気づかれない方がいいのかなとかと思いつつね、こうね、1000円もね、こう折りたたんで、4つ折りにして、さらにこう、またこう2つ折りにして、こう小さくしてですね、このポケット、こう手のひらがここね、マジシャンみたいにこうやって挟んどいてね、あ、今日すごくね、丁寧な接客してもらってありがとうございますとかって、こう握手するふりしてね、握手ふりしてっていうか握手するんですけど、手を出すとね、手を一つ手出すとやっぱ出してくれるもんなんですね。でその時ね、子供がね、あ、本当に丁寧にやってもらってありがとうございます、本当にね、気に入りました、また来ますみたいな感じでこう手出すと、おーっつって言ってね、こうやって手出してくれる人、その時にこうね、渡してねっていうか、渡してこうスッとね、握手した時にその手の中にこう戻して込んでいくみたいなね、いかにこうチップを渡したかっていうのを悟られないようにするみたいな、そうやって、まあ、ゲームですね、一種のね、まあ、そんな感じでこうね、楽しんでやるとね、それだけでね、自分の日常もね、こうね、なんかドキドキしてくるんですよ、ワクワクね。だからもう、世界を、まあ、日常を楽しむのっていろんなシーンでね、こう自分次第の自分のその、なんていうかな、声かけとか行動次第でね、楽しめるので、ぜひね、そういう感覚、まあ、まあ、別に1000円じゃなくてもいいですよ、500円玉でもいいんですよね。まあ、100円だとね、ちょっとね、あれなんだよね。100円でもいいんですけどね、チップだとほら、アメリカだと1ドルって大体111円かな。だからまあ、日本もね、100円札とか500円札ね、あればいいですよね、昔みたいにね。うん、まあ、そんな感じでございました。はい、以上でございます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい、もっと日本にね、チップ文化が根付くと、もっともっと世界がなんかサービス業も良くなるような気がしますですね。はい、ではまた。